ISTJ、はい、まあこの動画で ISTJ とかやってもですね、はい、まあ見ないですよ ISTJ の人、まあ、ゼロではないですけどね。 ISTJ の人は見ないですよ。見ないですよ多分、はい、コメント来ない。 ISTJ ですって人来ないですもん。来ないです、はい、はい、が、まあ、この NT の人の研究材料として、はいはい、ISTJ のご紹介をと思っています。トゥイティさんは ISTJ だから見に来ました。はい、あ、これあれなんでしょうね、上司対策とかなのかな。あ、そうそう、だから ISTJ さんじゃなくて、はい、他のタイプが ISTJ を知りたくて来るんですよ。そうですね、はい、他のタイプは自分のタイプで私 INTP ですとか INTJ ですとか来ますけど、仲間、はいはい、ISTJ さんはいないんですよね。いないです、はい、カーシー博士の Please Understand Me 2より、紹介させていただきます。ザ・インスペクターとありますね。インスペクターというのは、まあ、検査官、監査官みたいな、はい、メガネかけて、うん、キリッと笑わない感じですかね、はいはい、監査、検査は、機関の製品や帳簿、企業の帳簿、農業の生産物、製造業者の商品、家族の予算など注意深く徹底的にそれを調査する行為であり、 ISTJ はこの役割を静かな検診で果たします。これらの検査官は検査において真摯で注意深い姿勢を持っており、正確かつ適切であると認定されるために、すべて彼らのそれが検査対象となり、不正確や不一致が見逃されないようにしますと。検査官はほとんどが上位の機関に報告し、膜の裏側で動く傾向があり、めったに他者とその調査結果を直接対峙することはないと。実際検査官は誇示や派手な演出を伴わずに検査を行い、そのため彼らが仕事にもたらす検診は見逃され評価されないことがありますと。聞いてほしいですよね ISTJ さんにも。あ、俺はこれを聞いて報われるってなるのにって思うんですけど、はい、ならないんじゃないですか。ならないんでしょうね、はい、プラトンの守護者アリストテレスの所有者の編集として ISTJ はほとんど全ての点で他の SJ とはあまり変わりありませんと。全ての守護者と同様に彼らはコミュニケーションが具体的で目標の実現に協力的ですと。彼らは商業について学びたいと考え、道徳に心を奪われ物質との協力が得意ですと。方向性では門を守り機能を見つめる中で、彼らは宿命論的で悲観的でストイックな傾向がありますと。自分のことを、まあ自分のことというか自己像は信頼でき、事前で尊敬されているとみなされることに基づいています。物事については心配することが多く、彼らは、権威を信じ所属を求め安全を追求し感謝を重んじ幹部の地位を熱望しています。で、この検査官、ザ・インスペクターですね、この検査官は非常に多く存在し、人口のおよそ 10% を占めているかもしれませんと。実用的な事務においては、決定力があり、機関の守護者であり、一つの形容詞だけを選ぶならば、超頼りになる。で、チャット GPT が訳してくれてます、はい。はい。超頼りになるが最も彼らを表現しますと。家庭でも仕事でも ISTJ は頼りにならないものではなく、特に彼らの管轄内の人々や物を監査する、検査する際には、製品の均質な品質が維持され、周囲の人々が特定の態度や行動の基準を守るように静かに見守ります。これらの堅実で無口なガーディアンたちは、言葉遣い、服装、場所において、カビを超嫌い、超嫌いって書いてください。カビを嫌い、
疑念を抱いています。彼らの言葉は単純であり、小的とか、高尚すぎるような感じではなく、彼らの服はしばしば最新のファッションではなく家庭的で保守的ですと。彼らの家や職場の環境は通常最新なものとか贅沢ではなく、整然としていて平凡です。個人の財産、車、家具、宝石などの選択では価格と耐久性が最優先事項であり、快適性や外見のについてはほとんど考慮されませんと。古典的なもの、アンティーク、家族伝来品は特に重要視され、一定の時代を経たものとして評価されています。検査官、監査官たちは新しいものより古風なものを選ぶことがある。休暇中でも ISTJ は非常に真面目で、異国風の食べ物や飲み物、場所にはあまり惹かれない傾向がありますと。面白いのかなとかって、ちょっとそれで人生面白いを求めてないじゃないですか。なるほど、はい。僕、はい、ショービジーで高尚なことが好きで、はい、カビが好きなんですよ、はい、楽しいんですよ、はい。あ、でも ISTJ のがちょっと老子っぽいですね。まあ老子っぽいですね。体調は、はい、ショービジーで高尚ですか。高尚な物言いが好きではない。まあでも楽しいこと、 SP ですからね、楽しいことは好きですよ。ああ、はい。新しいもの好きですもんね。新しいもの好きでも、まあ全ての分野にっていうか、興味が持ったところにっていう結果、新しいものが好きみたいな、はい、ですよね、はい、はい。ESTJ、はい、のように社交的ではないものの、はい、この ISTJ さんは、若者に伝統的な価値観を伝えるコミュニティサービス団体に関与している可能性はあります、はい、例えば日曜学校とか、うん、リトルリーグ、ボーイスカウト、ガールスカウトがそうですと。これらの機関が国の遺産を保存する上で果たす貢献を理解し、その行動を評価しています。すべてのガーディアンと同様に、この検査官は儀式や儀礼に価値を見出しています。例えば結婚式、誕生日、記念日などがそうですと。ただし場が大きすぎたり公共すぎたりすると、彼らは恥ずかしがる傾向があります。仕事では会社のピクニックやホリデーオフィスパーティーを必要な迷惑とみなすかもしれませんが、一度参加し少し緩むと、これらのイベントを楽しむこともありますと。男性の検査官が好むのは男だけのパーティーで、ここはガードを解いて少し下品なことを使うことができます。この管理者として、これらの検査官は仕事や期間内の手続きについては忍耐強く、ただしその期間内の一部の人々の個別の目標や権限のない行動に対しては常に忍耐強いわけではありませんと。これらの検査官は人々が自分たちの職務を知っており、ガイドラインにきっちり従い、規則の中でそれが運営されているときに快適に感じています、はい、彼らは言います。規則は守るためにあるのだ。個人的な理由で回避するためではないと、はい、彼らは商品が、きっちり検査され、スケジュールが守られ、そのリソースが基準を満たし、指定された時と場所に届けられるようにしますと。そして彼らは誰もがこの法を守る態度と行動をきっちり持つように望んでいます。職場での規則の遵守の必要性については彼らは断固としており、不規則の行動を適切な機関に報告することをためらいませんと。そのため彼らは氷のような冷たい性格を持っていると誤解されることがあります。人々は彼らの良い意図や批判に対する脆弱性を見落とすことがあります。
人々は彼らの良い意図や批判に対する脆弱性を見落とすことがある。人々はだから ISTJ のことを本当は良いことをやってるんだけど、やってるのにってことですね、ごめんなさい、はいはい、みたいな感じじゃないですか、ね、そうですね。でもさあとは思いますよね。だから見落とすことがあるって話ですよね。じゃあ でもでもさあですよ。それでもっていうと向こうもでもさあですよね。で僕は言いたくなるが、隊長みたいな人はもう破ってるって話なんですよ、はい、僕は一応多分なんか言いたくなるんですよ、はい、法を守ることが全てじゃないだろうみたいな、はい、一応言ってから、はい、認めさせて破ろうってするんですけど、はい、破っている人はもう破ってますもんね、はい、あバレないように破る、そう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 、 SJ にバレないように破る、そうそうそう、はい、そういう社会ですよね、はい、ポールさんごきげんよう。 ISTP は残念ながら聞き逃しましたが、 ISTJ も最低限の社交性を持っている点が INT との違いかな。まあこの SJ さんは、はい、あの協同組合の人なので、はい、この村の空気は壊さないでしょうね、はいはい、多分、うんうん、ISTJ さんと仲良くするにはガードを解かせる必要があるのかな。でも多分ハイターさん INTP だとすると、はい、もうあれですよ、はい、入った瞬間にそのルールおかしくないが出てくるわけじゃないですか、はいはい、このルールここをこうすればもっと良くなるのに、うん、行った日にはですよね。まあ多分権力が必要ですよね、 ISTJ に言うには。うん、お前もうちょっと権力持ってから言えみたいな話じゃないですか。でも一応 ISTJ さんも T 持ちじゃないですか、はい、思考持ち、はい、だと論理性が伴っていれば、はい、どうでしょう。論理性も、まあ、ルールが勝つって話じゃないですか、 SJ さんはね、はい、だからそこを変えたいんであれば権力を持つべき、だから多分権力を持とうとするわけじゃないですか ISTJ は。じゃあハイターさんはガードを解かせるんじゃなくて、はい、言うことを守ろうなんですよね、仲良くするには。あそう、ガードの中に入るんですよね。あそうできるかな、ガーディアンさんできるかな、変えたいとこ出てくるでしょうね、はい、この徹底性、この ISTJ さんの徹底性、詳細に目を向けるところ、合法性、標準的な手続き、この物資への整然とした流れへの興味から、このタイプは様々な職業に適しています。検査官は難解な詳細や書類の数字の列を扱うことができ、そのために彼らは優れた、銀行監査官、監査役、会計士、または税務弁護士となります。証券への投資もこのタイプに興味を引きそうであり、特に自治体やブルーチップ証券、ごめんなさい、ちょっと僕には分からないんですけど、はい、への投資が該当しますと。監査官は自分自身や他者のお金を冒険することはないでしょうと、そして破産した国、州、機関、また家族の考えは彼らにかなりの不安を与えることでしょう。契約を破るという考えも ISTJ を悩ませます。彼らの言葉は約束そのものであり、自然に信頼性と安定性のメッセージを伝えるため、彼らはこのビジネスで成功することが往々にしてありますと。検査官の視点を持つ IST は、優れた司書、 ISTJ のことかな、すいません、優れた司書、歯科医、眼科医、法律秘書、法律研究者になります。高校のビジネス、家庭科、体育、歴史教師はもうまさに検査官であり、軍隊の補給部の将校も検査官がそうなりがちですと。夫婦として検査官は強さの源です。ビジネスの契約を尊重するように、結婚の時にした契約も尊重します。忠実で誠実なパートナーとして、彼らは子供や配偶者への責任を真剣に受け止め、生活全体が検査官にとっては家族の問題と同じぐらい重要です。誠実っていう言葉は
検査会が理解する言葉です。男性の ISTJ の男らしさの概念は、家父長制、家父長制、家父長、家父長制であり、彼は家庭の主であり、家計を支える存在として自分をみなしています。彼は働く妻を受け入れることができますが、彼女が子供たちに対する責任を怠らない限りですと。はい。あ、ちょっとまあ今となっては古い考えみたいなことなんですかね、うん、まあ今でもじゃないですか。でもそう思ってるってことですね。今でも、はい、あ、そのまあ役割は変わってる可能性ありますけど、お前が家庭にできる責任はなんだみたいなことは思ってるって話じゃないですか。ああ、はい。まあ、それもバージョンアップはされてる。バージョンアップはまあ時代とともに、なるほど、されてるはいると思うんです。その時のルールですよね。女性の ISTJ は安定した頼りになるパートナーですが、尊厳を重んじる姿勢が彼女が感性を表現するのをいつも許さないかもしれませんと。ああ、自由気ままに振る舞うのは許さないってことですね。うん、親として検査官は子供たちをしっかり一貫性を持って扱います。家族のルールを明確にし、それを従うことを期待します。反抗的で非従順な子供は、ISTJ の親とは相入れないことがある。あ、非従順な子供は相入れないと。はいはいはい、検査官は子供たちに自分の労働倫理を受け継がせることを心がけ、家庭の雑用やプロジェクトに、それを手伝わせることがよくあると。子供たちに基本的な家の手入れのスキル、料理、ガーデニング、大工仕事などを辛抱強く教えます。これらの活動は、彼らに子供たちと一緒に遊ぶ時間を残さないことがあります。検査官の子供は従順であり、検査官の子供っていうのは、子供のタイプが検査官ってことですね、はいはい、は親に従順であり、それは親や教師にとっては喜びの源ですと、いうことを聞いてくれるか、はい、SP 学習障害って言われましたからねあ、いいこと聞いてくれないから僕も落ち着きのない子だとよく、はい、先生に言いつけてやるっていうタイプだと、はい、凛様ごきげんよう。言いつけてやるっていうか当然だと思ってるんですよね。当然だと思ってるし、まあ、言いつけるし言うと思いますよね。掃除ちゃんとしなさいみたいな、うん、はい、でもそういう子いましたよね。いたけどね、はい、まあ違うかもしれないけど、はい、そいつはねバリバリのヤンキーのやつには言わないんですよ。それ怖いからですよね俺に言ってくるんですよ、はい、で俺に言うなって言うんですよ、はい、言うならこっちに言ってくれって、はい、言わないんですよ、はい、俺に言うんですよ、はい、でそうなると先生じゃないですかね、はい、権力ですよ。僕は舐められてるんです